皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日のゲストは、永田愛さんです。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。久しぶりです。本当にパワフルな歌声を披露していただいたんですけれども、本当に素晴らしいなと思っています。元気ですか？その後。はい、元気です。元気に今日は、はい、楽しみにしてました。ね、もうすぐ結婚されるっていうことをちょっと聞いたんですけれども、はい、はい、そうなんですね。じゃあ幸せいっぱいですね。そうですね、はい、ただ少し忙しい。そうですね、はい。1曲目で歌った曲についてちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、はいはい、あまりこう普段曲をいっぱい作る方ではないんですけれども、うん、やはり聖書から言葉を借りて作るということで、私がその今回の曲で伝えたかったのは、やっぱりこの世界には本当に大きな存在、大きな神様がいて、うん、で全て自然も作られて、でも私たち人間も神様がその素晴らしい大きな全部作った神様によって作られて、美しく作られた、うんうん、意味を持って作られた、そのところを本当に伝えたいなと思って、はい、じゃあ本当にでもある意味聖書のその本当にもうなんだろう、基本的なっていうかね、大きなストーリーを、ね、うん、曲にするっていうのはすごくこう内容がいっぱい詰まってます ね、 そうですね、はい、神様が作られた世界と、うん、そして神様を褒めたたえる歌なんだけれども、うん、やっぱりなんかメッセージがすごく思ってて、うん、今言ってた一人一人が、そうですね、うん、はい、生きる意味とかその存在の意味なんだろうって思っている疑問ってやっぱ生まれてくると思うんですけれども、うんうん、やっぱり自分は作られた存在、意味を持って作られた存在だっていうことを、うん、はい、本当に伝えたいなと思って、ぜひ、はい、本当そうですね、うん、やっぱりこのことを知らない人は、うん、やっぱり偶然に人は猿から生まれ、うん、そして目的もなく生きている、うんうん、そういうふうに思っている人もたくさんいるわけですからね。はいちゃんはゴスペル音楽院でワーシップを学んで、はいはい、そしてそこでの学びはどれぐらいだったんですか？2年間通いました、うん、はい、どうですかそこでの学びは？そうですね、初めはやはりこう音楽が好きなので神様に何かを捧げていこうと思ったら、うん、音楽だと思って歌うことが好きだったので、うんうんうん、そういう気持ちで入ったんですね。でも卒業する間際になって2年終えて神様からこう一つこう語られたことがあって、それはもし愛ちゃんが歌えなくなったら、音楽できなくなったら、それでもこうなんだろう、私についてくるかいみたいな感じでこうグッと突きつけられた出来事があって、うん、すごく、あ、卒業したからって言って終わりじゃないっていうか、これからが始まりだっていうか、自分は何を考えて何を思ってこう賛美するっていうことををしていくんだろうということを思わされた、はい、2年間でした。じゃあ例えば今本当に愛ちゃんがこう、うん、声が出なくなった時に、うん、どういう気持ちに賛美者としてなるんですか？うん、そうですね、はい、でそのことがあった時に、うん、自分の中でやはり御言葉に返って、その全てのことには意味があって、神様は全てを益としてくださるっていう御言葉がその時にまた語られたんですね。で、ただ神様に信頼するっていうか、声が出なくなった、何ができなくなったから神様がなんかこういないとか、神様がこう無視してるとか意地悪してるとか、そういうことではなくて、全てに意味があるから、やっぱ賛美する中で何があっても感謝を捧げるっていうことを、うん、うん、賛美をする中で自分がちゃんと覚えておかなきゃいけないことだなっていうのを思っていますね。そうですね、どんな状況にあっても感謝と賛美と捧げる、うんうんうん、
本当に大切だなと思います、うん、はい、早速2曲目に行きたいんですけれども、はい、2曲目を紹介してもらえますか。はい、2曲目は、君を呼ぶ 声ですね、はい、この曲はあの去年そうですね、初めて歌っていただいたんですけど、はい、これの友達の、福岡に住んでるミュージシャンの、西田勇君っていう人が書いた、曲で、はい、神様が、からの視点で、書いてる曲です、それでは、君を呼ぶ声どうぞお聴きください。知っているから君
ありがとうございました。ありがとうございました。いやなんか歌いながらジンと来ました。ありがとうございます。ね、見てくださってる人も本当に、まあ、時に泣くっていうことはすごくなんか恥ずかしいって思うこともあるかもしれないけど、素直に泣いていいんだよって僕はこの曲で伝えたいなと思いました。まあ最後になっちゃうんですけれども、はい、愛ちゃんのこれからのなんかビジョンとか、はい、活動の計画とかありますか？はいはい、そうですね、以前はいろいろとこう歌を歌っていきたいなという思いがあったんですけれども、うん、もちろん今もあるんですけれども、ね、今やっぱり神様が直接私に何をやりなさいって言ってるっていうことを、うん、今はちょっと開かれるままにっていうのがあるので、うん、こう、これが私のビジョンですっていうものが今、うん、正直ちょっとなくて、うん、というのは今フルタイムで仕事もしていて、うん、はい、なかなかこう歌う機会っていうのがそんなにいっぱいないんですね。でもそれはその今のシーズンがそうなだけであって、うんうんうん、もっと神様がこうしなさいって思ってるとすれば多分いろいろ変わってくると思うんですね、うん、だからその変わってきたら変わった時に入っていけるような準備を自分でしていけてたらなっていうふうに思っています。いや素晴らしいですね。やっぱり、ね、賛美 の、 人の前に立つ人っていうのはやっぱりその前に礼拝者である神様にやりなさいって言われたことをはいって喜んでできないと、うん、やっぱりね人前に立って歌うってことも、うん、そのあくまで一つなわけでね、うん、じゃあそういう今時なんですね。そうですね、はい、でもきっとその先には神様の大きな祝福ね、はい、うん、やっぱり多くの人に愛ちゃんの歌を聴いてそして励まされてほしいなと思います。はい、みんなにこの質問してるんですけれども、はい、愛ちゃんにとって賛美って一言で言うと何ですか？はい、賛美は神様との関係だと思っていて、うんうん、やっぱりもちろん歌とか音楽がなくても、うん、神様とこう神様に思いを神様のことを思うっていうことが賛美だと思っていて、その中でもちろん感謝することもそうだけども、やっぱり何よりも正直に神様の前に正直になることが賛美、うん、正直になることが賛美っていうわけじゃないけれども、その賛美の中で、うん、神様と向き合うっていうかね、向き合って、うん、で恐れないで、うん、もう神様が愛してるっていうことは変わらないからっていうことの真理の中にとどまって、うん、そこでこう癒されたり自分見つめ直したり、うん、そういう神様との関係ですかね、うんうん、そうですね、うん、ぜひこの賛美の素晴らしさを皆さんも体験してほしいですね、はい、この神様がどこにいても、このテレビを見ていても、うん、その場で本当に一人一人に愛してるよって語ってくれて、そして本当に心開くなら、ね、神様は本当にすぐそばにおられるってことを、うん、はい、ぜひ知ってほしいなと思います、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました、ね、結婚式も本当素晴らしく、はい、祝されるように、はい、ありがとうございます、はい、またご主人と来てください。はい、ありました、はい、ありがとうございました。今日のゲストは、永田愛さんでした。このようにですね、本当に、神様への、熱い思いを持った、多くのクリスチャンアーティスト、そして礼拝者が、今本当に多く若い人の中で起こされていることを、本当に嬉しく思います。この番組では本当にそういう活動をしたいと思っている人、またすでに活動を始めた人、どんな人でも結構です。そういった人を紹介し、
励ましていきたい、そして本当に多くの人にその賛美を、広げていきたいというビジョンを持っていますので、ぜひ番組までいろんなリクエスト、要望や、そのアーティストの推薦も含めて、皆さんからの連絡をお待ちしております。それでは、次週また我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。誰にも